マルコ・ゴベリッチは、セルビアのサッカー選手、セルビア代表、ポジションは主に DF、MF。クラリエボに生まれ、地元のサッカースクールである、ブバマラ1991で、サッカーの練習を始めた。後に FK スロがクラリエボの下部組織に移籍し、ユースからトップチームに昇格。選手初シーズンは、スルプス・カリーがザッパドの27試合と、 セルビアカップのレッドスターベオグラード戦に出場した。この頃はミッドフィールダーとしての起用が多かったが、予備ツバシリッチが一席して、以降は右サイドバックでも使われるようになった。スロガでのゴールを祝われる、ゴベリッチ2011から12シーズンはクラブがセルビアプルバリーガに昇格。彼はこのシーズンで31試合3得点の記録を残した。このシーズンも主に、 セントラルミッドフィールダーであったが、やはり右サイドバックとして起用されることもあった。ホームでの FK チュカリチュキ戦では、ボバンドミトロビッチがハーフタイムに交代させられると、センターバックでの起用となった。なお彼はこの試合で得点を決めた。2012から13シーズンもはじめは、セントラルミッドフィールダーで起用されていたが、ネスコ・ミロバノビッチ監督が彼を右サイドバックに転向させた。 リーグで32試合、カップで1試合起用され、チームのようとして活躍した。このシーズンは、得点を残せなかったものの、マン・オブ・ザ・マッチにノミネートされることもある活躍を見せた。翌シーズンには、首相のアレクサンダル・ボジョビッチがボヤンシェイッチにポジションを奪われたため、彼は年長のミロシュやニチイエビィッチやネマニア・ミレティッチを差し置いて、副首相としてキャプテンマークを巻いた。 9月25日のセルビアカップ FK ボイボーディナ、ノビサド戦で得点を決め、PK 戦でもスルジャンジャクラから PK で得点を決めたが敗れた。彼はこの試合で、マン・オブ・ザ・マッチにノミネートされ、スルビアスポルト氏も彼に8点の評価を与えた。この頃にはスピードを生かした右サイドバックとしての起用が主となっており、リーグ26試合、カップ2試合、合計4得点で、 平均評価も7.20点と活躍を見せた。2014年7月にセルビアスーペルリーガの FK、ナプレダククルシェバツに移籍。背番号は77番。セルビアスーペルリーガ初出場は8月9日で、イブラヒママメ、ディアイに代わっての投入であった。そしてこのクラブでも早速活躍を見せた。2015年4月9日に移籍後初得点を記録。 この得点によって勝利したナプレダク・クルシェバツは FK、ボイボリナ・ノビサドをアウェーの地で初めて倒した。リーグでは26試合、カップでは1試合、合計で1得点の記録を残した。しかしクラブは低調で広角プレイオフの FK メタラツ、ゴルニミラノバツ戦には、両試合とも出場、ナプレダク・クルシェバツは広角した。二千十五から十六シーズンは右サイドバックとして、 フル出場を続けたが、イゴルゾニッチが加入すると、再び中盤での起用となった。2016年3月19日に得点を記録。同シーズン、リーグ優勝を果たした。彼は、チームメイトのボヤンベリッチ、イブラヒママメ、ムディアイと共にベストイレブンに選ばれた。2016から17シーズン開幕前、6月25日に行われた。 新善試合の FK ラドニチュキに主戦と7月16日に行われた FK ラドニクスルデリツァ戦で得点を挙げた。リーグでの同シーズン初ゴールはミロショブリッジのアシストでレッドスターベオグラードからアウェー戦で7月22日に奪った得点となった。翌節もパルチザンベオグラードとの一戦であったが相手ゴールキーパーのボヤンシャラノブのファールを誘い PK を獲得。 この PK は、ネナドシュリビッチが蹴り得点となった。9月10日の第8節では FK、チュカリチュキから得点を奪い、マンオブザマッチ。10月には2018年夏まで契約を延長した。翌節も得点を決め、11月25日のパルチザンベオグラード戦でも得点を決めた。ウィンターブレイク後も3得点を決める活躍を見せた。 UEFA ヨーロッパリーグ2017から18、予選プレイオフの FC クラスのダール戦後、ネマニャラドニッチとの1枚2017年6月7日、彼の親友である4番カストラトビッチがインスタグラムで、彼の契約に関する画像をシェアしたことにより、ベオグラードのメディアは一斉に、彼のレッドスターベオグラードへの遺跡記事を書いた。2日後にレッドスターベオグラードのスポーツディレクター、 ミタルムルケラは公式に3年契約の締結を認めた。移籍後初出場は UEFA ヨーロッパリーグ2017から18予選のフロリアーナ FC 戦でヒカルジーニョとの交代で出場した。しかし出場から数分で悪質なタックルをし退場処分となった。パルチザン・ベオグラードとのダービーマッチであるベシティ・デルビでのデビューは8月27日に行われ、彼は 左サイドバックで出場した。移籍後初得点は同年11月29日であった。2018年5月13日の FK ボイボディナ・ノビサド戦では右サイドバックながらにアシストを記録し、マン・オブ・ザ・マッチを受賞。2018年7月20日、2018から19シーズンの第一節では首相としてピッチに立ち、3から0で勝利した。 2019年7月16日の UEFA チャンピオンズリーグ2019から24戦の FK スードバ・マリアンポレ戦では相手ディフェンダーのバイダス・スラビカスに悪質なタックルをし欧州クラブ国際試合で2年ぶり2度目の退場。彼のタックルによってスラビカスは2箇所を骨折し手術が必要となった。このため病院に彼はおき謝罪した。 2016年9月、スラボリュブ・ムスリン監督からセルビア代表に招集された。そしてカタール代表戦で初出場するも3から0で敗れた。その後、2017年1月29日に行われたアメリカ合衆国代表戦で招集され出場。彼自身は自らをユーティリティプレイヤーだと認めている。選手となった頃はセントラルミッドフィールダーで、 左側も右側もこなすことができる選手であった。スロガ・クラリエボ時代に右サイドバックもできるようになり、このポジションでは後のクラブでも起用され続けた。またこの時代にはセンターバックを務めたこともある。ナプレダク・クルシェバツ時代にはドラガン・イバノビッチ監督からセカンドトップとして起用されたほか、ウィンガーとしても起用された。レッドスター・ベオグラードでは左サイドバックや 守備的ミッドフィールダーでも起用された。代表ではスラボリューブムスリン監督が彼をセンターフォワードと攻撃的ミッドフィールダーで起用した。24歳時点で彼はセルビア国内リーグでは最も賢いサッカー選手ではないかとも言われている。そんな彼の特徴は技術の高さとパスのうまさである。ありがとうございます。